立川丸とは、日本の商船の名前の一つ。一のうち、かつて、川崎汽船が所有し、運航したタンカー。いわゆる、川崎型輸送船の一隻。太平洋戦争では、海軍長用船、特設運送船として活動した。本港で記述。一のうち、かつて、川崎汽船が1944年に建造した145トンの、 タンカー。ニット重複を避けるため、第二立川丸と命名された。ニトルコリラ型戦時標準船の一隻。太平洋戦争では、海軍配当船として活動したが、1945年2月22日に、植雷沈没。一のうち、川崎基船が1955年に建造した8123トンの貨物船で、 1976年にパナマ選手に売却の後、1979年に売却、解体。1919年設立の川崎汽船は当初、川崎造船所で建造中のストックボートや、委託された造船所所有船などを船体の主力とした。2年後の1921年には、川崎造船所船舶部及び、 国策会社の国際機船と航路の共同運営を開始。K ラインの始まりとなる。その後、1927年の国際機船の離脱があったが、この時点での川崎機船は、船体の主力は以前として、ストックボートなど、旧型船が多くを占めていた。しかし、昭和2年の昭和金融強行及び、1929年の、 世界恐慌に橋を発する昭和恐慌の影響から、免れることはできず、川崎汽船のみならず海運業全体が、空前の賃貸状況に陥り、親会社の川崎造船所の経営危機に陥ってしまった。しかし、1931年の満州事変勃発あたりから、状況は徐々に改善していき、これとともに、川崎汽船の船体改善の機運も出てきた。 1934年12月1日に、川崎造船所船舶部を吸収して、名実とともに、K ラインイコール、川崎汽船となり、新規航路開設なども、積極的に行った。一方、第一次世界大戦後に、石油の需要は一気に増大し、日本海軍が、艦艇燃料の主軸を、石炭から重油に切り替え、また国防上の観点から平時より、 重油の貯蔵を開始する。これと相前後して民間石油業界の動きもがぜん活発となり、また1921年春行の立花丸を講師として日本におけるタンカー時代が到来した。日本海軍がタンカーに対して助成策を打ち出したこともあり、タンカー部門のみは常述の不況をよそに不景気知らずの状態となった。 タンカーに着目した川崎汽船は1933年、2隻のイギリス船をチャーターして、タンカー業に乗り出すこととなった。このチャーター船によるタンカー業が収益を上げたことや、国策への協力、そして川崎汽船の船体改善の機運が高まったことも、相まって、優秀船体整備計画を掲げ、その第一弾として、優秀大型タンカーを建造することとなった。 これが、縦川丸である。川崎汽船所有船の船名にはこれまで海外都市の地名などが付けられており、縦川丸が船名に、川崎の川が取り入れられた、最初の所有船となった。また、太平洋戦争終結までの川崎汽船所有船中、最も大きな船でもあった。縦川丸は、第一次船舶改善助成施設の適用で、 建造された井野商事の東亜丸と極東丸に続いて、川崎汽船の自己資金調達船として、川崎造船所で建造され、1935年6月30日に、竣工した。先行の東亜丸と極東丸は、川崎造船所が初めて建造した民間タンカーで、そのノウハウがそのまま、建川丸建造に生かされたばかりでなく、後に、 飯野の子の東方丸や共同漁業の五福島丸など、川崎造船所で建造された1万トン級タンカー建造の源となり、川崎造船所はタンカー建造で重きをなした。また、東亜丸以下川崎造船所で建造された同系のタンカー13隻は、川崎型輸送船と通称されるようになった。春行翌日の7月1日、 立川丸は、諸女公会で、海軍省契約に降り来た、ラフトを生え原油を積み取るため神戸港を出港した。第二回公会では、日本石油の契約によって、神戸港からサンルイスに向かい、11日12時間で踏破。原油1万1500トンを積み取った後、サンルイスから横浜港までを13日17時間で踏破した。以後、 1941年7月25日に、始末に帰着するまでの7年間で55航海、行い、内カリフォルニア諸港との間を46航海、オハ、ヒューストン及び、パレンバンとの間を9航海行った。輸送した、石油類の総計は698,586トンに、及び、55航海中の荷主シち分けは、日本海軍が38。 民間石油会社が17であった。また、オー路ではしばしばキート輸送も行い、その輸送量は2年間で13,296票に及んだ。それゆえ、アメリカ側からは、縦川丸のことを、新型石油タンカー圏キート輸送船という表現で紹介されることもあった。縦川丸が加わった川崎汽船のタンカー業の収益は、 運賃値上がりなども手伝って予想以上のものとなり、その収益をもって、上川丸、聖川丸、君川丸及び国川丸のいわゆる新生君国の4隻に代表される新型船が建造されることとなった。しかし、世界情勢の変化や ABCD、包囲網構築による日米関係悪化などで、 タンカー業の規模を縮小を余儀なくされ、立川丸の下月着をもって、川崎汽船の戦前期におけるタンカー業は、一旦終わることとなった。昭和16年12月20日、立川丸は、日本海軍に徴用され、クレチン受付となる。当初は、極東丸などとは違って、一般徴用船として、主に幼稚間あるいは、三遊地と、 日本本土との間での石油輸送、また白地での補給作業に任じる。1942年にはアンダマン諸島に進出した。1943年7月から運航が始まった、非船団では主要船舶の一跡となる。7月10日6連発の比例市戦団に、五福島丸と共に加入し、7月19日に湘南に到着。 キットは7月23日湘南発の比例に戦団に加入して、高を経て8月3日に6連に寄港した。続いて8月7日6連発の比例後戦団で、南に下って8月19日に湘南に着き、8月24日湘南発の比例6戦団に加入して9月3日に徳山に寄港した。比例6戦団加入中の9月1日付で、 特設運送船に入籍する。以後、昭和18年中から1944年にかけては、船団で日本と南方を何度も往復した。昭和19年5月3日、第一機動艦隊の補給部隊に編入された、縦川丸は非く1戦船団に加入して6連を出港。マニラで同じ特設運送船のあずさ丸。 日英丸と共に、広く十一戦団から分かれ、駆逐艦、デンと、響きの護衛を受けて5月11日に、マニラを出港し、バリクパパンに向かう。途中の5月14日に、デンが、アメリカ潜水艦、ボーンフィッシュの雷撃で沈没したが、5月15日に、バリクパパンに到着。タウィータウィ在白の第一機動艦隊の艦艇の補給のため5月17日に、 バリクッパパンを出港して5月19日に、タウィタウィに到着し、栄光給油訓練などを行った。5月23日、立川丸は、日英丸とともに、響き、浜風などの護衛を受けて、タウィタウィを出港し、ダバオに向かう。翌5月24日、 午後、北緯05度46分01秒、東径125度42分01秒、北緯5.76694度、東径125.70028度、5.76694、125.70028の地点に差し掛かったところで、アメリカの潜水艦ガーナードに発見された。ガーナードは、駆逐艦の後ろをすり抜けて接近し、魚雷を4本発射して3本を、 立川丸に命中させたと判断された。ガーナードの魚雷が命中した。立川丸は延々と燃え続けた後沈没した。7月20日に除籍及び海洋。初めて上回ったのは1957年春光のタンカー、藤川丸。民間石油会社17の内訳は次の通り。日本石油6、小倉石油1、早間石油2、丸善石油1。 朝鮮石油1、とは石油3、石油共犯1、その他に。ありがとうございます。